発表の時は発表の時も、はい、次は獅子の子サークルの皆さんです。獅子の子サークルは結成して40年を迎えます。活動は1ヶ月に1回半日スイングアウトや合唱曲の練習をしています。またサークル員の近況などを載せた機関誌を月1回発行し読み合わせをしています。たった6ページですが老化防止に一役買っています。1年のメインイベントは歌の広場です。サークル員の手作りのケーキとコーヒーで歌声喫茶感覚で皆さんに来てもらっています。本当に来てくれる仲間に感謝ですというメッセージを寄せていただいております。演奏していただくのはおはようの朝、そして風で